皆さんこんにちは。高野山天風チャンネル、和場あさみです。今回はこちら少女神さんで毎月第4金曜日に開催しておりますお寺でお香作りのご紹介と、2022年からまた新たに始まるお寺でお香作りのお知らせをさせていただきたいと思います。一の橋天風からこのように石畳を歩いてきていただきますと、少女神さんの正門がございます。こちらからお入りいただいて受付をしていただきます。毎月こちらのお部屋でお香作りを開催しております。その月ごとに作るお香が違ってまいりますので、その月ごとに必要な香材料をご用意をして、このようにセッティングをしております。こちらのお部屋からはお庭がとても綺麗にご覧いただけます。月に一度ゆっくりと自分のためだけにぜひお時間を使っていただいて、本来の自分を取り戻す、そんなリフレッシュタイムにしていただきたいなというふうに思っております。今回は手に塗る図工パウダー状のお香ですね。そして踏み香といいまして、お手紙や名刺入れ、お財布などに入れる薄いお香を作る準備をしております。龍の長寺略なんて、その3つは必ず古典帳簿にも入っている基本のものなんですよね。なのでこれを入れておけば、お清めの効果があるっていう感じで。香りを一つずつ確認してみてください。後ろにちょっとラミネーターを用意してあります。ここに挟んで押すだけでラミネートできるようになっておりますので、2杯入れられた方はここに来ていただいて、ちょっとラミネートしていただきたいと思います。2021年の5月からスタートした毎月第4金曜日のお寺でお香作り、月に1回自分のためだけの時間をぜひゆっくりと高野山で過ごしていただきたい、そんな思いからお寺でお香作りを始めました。私は10年前に東京から高野山へ嫁いでまいりました。高野山で初めて触れた本物のお香、天然の香原料だけを使ったお香の香りを高野山で初めて体験し、心が本当に穏やかに、そして感覚が研ぎ澄まされていくような経験をしました。その高野山で出会った
本物のお香の香りをぜひ皆さんにも体験していただきたい、そんな思いでお香講座を開催しております。それではお香作りの年間スケジュールをご紹介します。1月2月は奥ゆかしい香りの和小物匂い袋作りです。古来から良い香りのするもの、強い香りのするものは邪除け魔除けとして考えられてきました。ですので1年の無病息災や開運祈願に匂い袋を手作りしてみませんか。寝室や玄関などに置いて飾ることもできます。お好きな袋を2つお選びいただき、匂い袋を作っていただけます。3月4月はいろいろな型抜きで作るクッキーのような印香作りです。お線香のように手軽に炊ける調合で作ります。このように型抜きで抜きますので、お好きなクッキーの型抜きを持ってきていただいても結構です。5月6月はお香とハーブで作る虫除けインセンスです。写真のような渦巻き線香のほか、コーンインセンスもお作りします。7月8月は体に塗るお香、図香とお手紙に添える文香を作ります。図香というのはこのように手のひらに広げてすり込みます。高野山ではお清めに必ず使われる必須のお香になります。9月と10月は衣替えの時期となりますので、お香とハーブを使った防虫香を作ります。11月と12月は白檀のお線香を作ります。1年を通していろいろなお香をお作りいただくことができます。ぜひお好きなタイミングでご参加いただければと思います。お寺でお香作りではこちら小女神さんの礼拝堂を特別に拝観することができます。手を合わせ心を落ち着けて、そして穏やかな気分になったところでお香作りのスタートです。2ヶ月ごとに作るお香が変わってまいりますので、1年を通していろいろなお香をお作りいただけます。2021年の5月に始まったお寺でお香作りもたくさんのリピーター様にお越しいただきました。2022年もお香を通してたくさんの方と出会えますのを楽しみにしております。皆様、毎日仕事や家事、子育てなどいろいろなことで慌ただしい日々を過ごしている方が多いと思います。ここ世界遺産の高野山で本物のお香の香りを感じながら、自分のためだけの贅沢な時間をぜひ月に一度お過ごしに行きませんか。本来のあなたを取り戻す、魂が喜ぶお香作りをぜひ体験していただきたいと思います。お待ちしています。